どうも、こんばんは、ゆめです。今回は、ジャック3、旧友との絆ということで、メンテなかったな、そういや。朝起きたら、なんかね、新しいイベントが来てたんで、早速やっていきたいと思います。ジャック最終回ですかね。ってことは、ボスに、奴は来ると思うんですが、いや、強そうだな。で、これ、アリマ連れてきた方が良かったんじゃないか。結局また負けてなんかリベンジ動画を出すみたいな、そういう感じになりそうで怖いんだが。今回ちょっとアタッカーに錦を、おっと危ない、オートになってる。危なかった。コーヒー周回で、オートで回してたせいか、オートになってましたね。とりあえず錦と窓さんのバフを貯めるか。これどうしよう、窓さん先貯めるかな。どうかな。いや、錦、錦覚醒させた方が良かったのかな。まあいいや。ぶっ飛べ。よそ見すんなってんな。相手何してくるんだ。出血とかしてくるのかな。やべえ、まあまあ効くじゃん。まあまあ効いてちょっとびっくりなんだけど。塔固めて。重蔵下げるか。いいね。ぶっ飛べ。で、次、バーフ、窓さんのバフをスキブで6ターンかけて、どうしようか。あ、待って、相手。なんか、最近流行りの、あれあるじゃん。ブレイクしなきゃ剥がれませんみたいな。こいつが攻撃力か。あ、5000。チートだろ、おい。5000アップってチートじゃない？ちょ、おかしい。あのアタッチメント欲しい。ちょ、待って。え？普通さ、王の剣でも、王の剣だっけ？1000でプラスで何本かちょっと取ってないから知らないんだけど、待った、チートじゃないの、あのアタッチメント。何あいつ、最強のアタッチメント持ってんだけど。スキルダメ 50%、 スキルダメじゃなかったらいいんでしょ。はあ、いつも5000アップっておかしくない。使って、だからどうかでどっかのタイミングでちょっとあれなんだよね。どうかな。いや、勝て。マジか。いや、ピンチですね。よっ、いい子まずくね。ちょっと待って、まずいぞこれは。まあまあ硬いぞここ。おいおい、どうしようかな。ここ、とりあえず強化で一旦回復して、錦かな。ここかスキブで一回錦を、あれか。カグネ出させて、なんでこの一個前の敵でこんな苦戦しなきゃいけねえんだ。こいつは強すぎだろ。まあ、とりあえず、あの厄介なブレイクとアタックは削ったから。あ、出血でそこそこダメが入んのか。ああ、ならいいや。うわ、マジンゴ。それはちょっと聞いてないな。私がやろう。さあ、こが、ここか、ここか。オッケー。削って、まずこいつから吹き飛ばす。ほら。え、死なないの？死なないんかい。どうかな。とりあえず削ったけど、全部その付加価値みたいなの削ったけどさ、いや、やべえな。敵も雑魚敵もアタッチメント装備する環境になってきた。ちょっとめんどくさいぞこれ。道中がボスたどり着くまでめんどくさい。これ多分マドさんのバフ切れっからな。どうせ錦も切れるぞこれな。よっ、あー、微妙い。オッケー、たまるね。片方倒して、普通の不意打ちなんだか。一回ちょっとこう溜めて、次のターンで持ち越すか。次のターンでブチ殺そう。マドさんのバフはあと何ターンだろう。3ターンぐらいなんかな。マドさんのバフが3ターンぐらいで、錦がじゃあ4ターンぐらいだとしたら、ちょっとめんどくさいぞこれは。いいね。どうかな。
ここで倒すつもりなんだけど、認識ブレイク OK してくれた。お願い倒してね。いやー倒せないんかい倒せないんかい。そう、マドさんのバフ溶けちまったな。スキブ使わなきゃよかった。そうだ、あーそっかそっかそっか。こうなってきたらここでスキブをもう一回次のターン貯めて、マドさんのバフをかけて、かつ2式のカグネ出すゲージも貯めたいんだけど、次多分1回ブレイクすれば、スキブは貯まると思うんで、クリティカルとか出なくていいからここで、重装貯めるっしょ。で、マドさんのバフを6ターンかけて、で2式出せばまあ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 貯まるとは思うけども、いいね、いちょ待って、あー2式貯まんなかったか。まあまあまあいいや。あと5ターンでしょ。多分これでね死んでくれるとは思うんだけど、どうかな。お願い倒して倒して、これで頼む。マジか。あ、待って、カグネ出さない方がよかった。これさすがに手を緩めるなよ。え、マジであいつ硬すぎない？俺もうシフトやばいぞこれ。ね、トーカ下げたくないんだよね。でどうせ下げるなら重装だと思ってるんだけど、やっぱブレイクをさ後ろに下げながらやった方が効率がいいじゃん。一回出てくるときにかわいい。なんだなんだあの揺れ方、かわいすぎる。ちょっと待って、ランタンの時もさすげえ体の動きしてんなとか思ったけど、これ見ていこう。あ、5万、ちょっと叫んなよ。5万、流血のキャラに対してダメージ300、流血させてくんのか。うわ、流血向こう行ったな。これそうだよな、ランタンの時もそうだったもんね。うわ、流あーしくった。いやーこれきつくね、これ。え、これ強すぎん？ちょっとこれちょっと強すぎません？8931しか効いてねえけど、冗談だよな。いや削れねえ、削れねえな。 あの流血まで削りてえ。どうにか流血そんなすぐにはさしてこないでしょ。は、嘘だろおい、確定かよ。あ、確定じゃねえんだ、確率なんだね。あいつは出血してるけどな。そこちょっと、どうかな、あれ使っていいっすか。ここか、ここか。4万、まあまあいいでしょう。次であいつブレイクするからね。とりあえずブレイクの5万アップは。お、また使ってく、え、こいつ毎ターン使ってくんの、まさか。しかも10日しか狙ってこねえし、あ、10日出血しねえし、もしかして10日適正か。ここかここかここか。オッケー、1枚は剥がす。できるだけスキル打ってこ。まあスキルダメがねいくら軽減されてるとはいえ、どうかな。あ、窓さんのバフ溶けてんだ。じゃあいつか次のスキブぐらいで使わねえとな。今のうちだな、スキブでマドさんのバフ使うなら。あ、こいつマジかよ。あ、トーカしか狙ってこない。しかもトーカ出血しねえしな。え、トーカって出血しないみたいな、そういうあれだっけ。バフかける、バフかけていく。なんかピンチです。あ、これ結構いいな。つかトーカやっぱ強えな、誕生日トーカ今思えば。ああ、クソ強えわ、これ。オッケー。で、これで、次も多分、順調にブレイクできるから、よし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 、なんか、
若干勝ち筋見えてきたぞ。だが錦のカグネがそろそろな解けそうなんだよな。おっと、なんかトウガちゃん、トウガちゃん集結してないか。待って、別のスキル使ってきやがった。うわー、下げられたんだが、おい、ブレイクマジか。これ重蔵の下げられるの結構致命的なんだけど、こいつしか、こいつは要なのに。しかも錦先輩溶けてるじゃないですか。錦先輩溶けてますよ。オッケー、よしよし、削れてる削れてる、使っとこう。回復、あ、流血状態を回復なんだね、やっぱりね。これ麻痺かと思ってたらにわかさらしてるけど、これ麻痺状態回復かと思ったら流血状態も回復なんで、やっぱ適正だなこれな。とかいいっすね。時間はかかるけど確実に勝てそう。錦を出したいんだね。そうそう、錦のカグネを出したい。で次でブレイクして全部剥がせるから、あ、今ブレイクできたわ。オッケー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 、これで10日も溜まって流血も解除できるし回復もできる。あとはこいつをいたぶるだけ。いけるぞ。ああ、もう何でもしてこいよ。出血で削れるしな。錦、あ、これ錦出しちゃったらちょっとあれなのか。一回窓さん下げるか。いやでもどうなんだろう、この錦と十蔵のサイクルでさ、スキルゲージも若干溜まりやすいじゃん。その1回分多いからさ、シフトから出すときにどうなんだろうな。うわ微妙、ほら持ってけねえか。んざこが、まあここまだ回復しないでいいでしょ、どうせ次出血させてくんだろう。あ、刺してこねえな。ここど、あー、ここ重装で殴ったらブレイクしちゃうよな。まあしゃーなしだわ。一回錦下げるか。いや下げなくてもいいかな。次錦の普通の攻撃、怖、普通の攻撃であいつスキルたまんのかな。まあいいや、シフトも2つ溜まってるしいけるだろう。一回回復してよっ、これで打って、ほら20万やって打って錦貯めて、いいぞ。錦一回下げて、手を緩めるなよ。まあこんなもんでいいっしょ。バフは次のターンかけよう。いやにしても南の動きは可愛いな。でもランタンの方が好きだな。 SSR ランタン出てくれたらちょっと我慢できずに引いちゃってたかもしんないけど、ランタンの動きよくね。俺めっちゃスコなんだけど。行くぜ。スキル溜まってくんねえかな。まあいいや、ほら避けろよ。錦の一発で持っていけないから一回10日下げて錦貯めて、ゾン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 、いけ、あー一回でいけますね。あとでこれです、キープかけて打って、どこまで削れる、これ40万ぐらいいっか。37万、まあこんなもんですかね。で次なんか出血させてまた10日出せばいいでしょ。次ぐらい錦の格ね解けるんじゃね。はっ、待って、違う、ここに来て違う攻撃してきてびっくりしたんだけど、今びっくりしたな。もう、あ、まだ解けてねえな、まだ解けてねえな。これいけるか、これもう一回錦貯めれるか。 OK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  打って25万、渋いけどまあいいや。ここか、背に腹は変えられんだろ。回復しとこ。オッケー、確か生きりともめっちゃすげえ回復力持ってたよなあいつ。
お前らが1分あたりに与えるダメージは何ぼみたいな、対して俺の回復力は何ぼだみたいな言ってなかったっけ、そういうの言ってたような気がするんだけど。いいね。あ、いつの間にか錦さん溶けてるじゃないですか。あいつ回復すんの。あいつさっきなんかさっきも何か鳴ってるなと思ってたけど、あいつ回復すんの。今までもしてたっけ。今までの削った後すぐ倒してたからあれか分かんなかったけど、してたのかな。あ、どこかで倒した。あんた戦いに向いてないのかも。戦いに向いてないのかもねっつっても、あいつめっちゃ戦うようなスキル打っててきたけどな。普通に戦ったらクソ強いんだけど、誕生日投下が強すぎる、このごとつ投下が強すぎるということで、今回はなんだ、旧友のなんだっけ、絆だっけ、まあ、旧友の絆っつってもさ、フラ君はさ操作感でドロップするのかな。はい、ということで、今回はね、旧友の絆、誕生日投下強いな、やっぱな、時間はかかるけど確実に勝てる、誕生日投下で、なんとか旧友の絆 S をクリアしたという動画でした。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。